はいどうも皆さんこんにちは、カンタです。今日は昨年8月以来のプロスピ妖怪道が来たということで、プロスピ妖怪道の攻略法を解説していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。ということで早速イベント攻略の方に入っていきます。まずプロスピ妖怪道がどんなイベントかというと、上げたい能力のマスを選びイベント試合を行います。イベント試合で強化したバットの化身を使用してボスの撃退を目指すイベントです。今回のイベントもランダムボックスが廃止ということで、今後しばらくランダムボックスは廃止されるでしょう。ということでポイント解説の方に入っていきます。ポイント1つ目、マスの優先度に関してです。イベント専用試合のマスは6種類用意されており、優先度が高いものからまとめると、与えるダメージアップ、スキルゲット、弾道アップ、スピリッツアップ、パワーアップ、ミートアップの順になっています。与えるダメージがアップする試合は累計の進みに直接的な影響を与えるので最も重要だと言えるでしょう。弾道マスに関しては初期の低弾道やグラウンダーだと長打が打てないため、最低でもラインドライブ中弾道まで上げておくのがいいと思います。またバットを使用するボスの試合では4本のヒットを打つまで続くため、ミートの優先度は低めになるでしょう。いかに長打を打てる能力にするかが大切となってきます。続いてポイント2つ目、オーダーは育成オーダーにしましょう。このイベントの相手のオーダーのスピリッツは自分のスピリッツよりも少し低い値で組まれています。この仕様を利用して少しでも育成を進めた方がお得でしょう。活躍ゲージも大切な自走車必須のイベントになってきますので、ベンチには打てる選手を何人か入れておき、出番が来るたびに代打を出すのがいいと思います。続いてポイント3つ目、今回の主な報酬に関してです。累計報酬、撃破報酬をまとめると64エナジー、 S ランク契約書、 A ランク自チーム契約書、 A ランク契約書2枚、 S ランク特訓コーチ、 A ランク特訓コーチ2枚、ゴールド契約書4枚、 A ランク特殊コーチとなっています。豪華な報酬にはなっていますので、しっかりと回収を行いましょう。続いてポイント4つ目、自然回復で終わるかどうかに関してです。過去開催の傾向だと余裕を持って自然回復で終わると言えるでしょう。最初の方は進みが遅く、徐々にペースが上がるイベントとなっています。毎回の動画でイベント進捗状況は紹介していきますので、進みの目安としたい方は参考にしてください。続いてポイント5つ目、ボスの試合では打ちにくい球は見逃しましょう。ボスはヒットを4本打つまで続く仕様となっており、凡退や見逃しによるペナルティはありませんので、単打を打ってしまうのが一番の失敗となります。長打を打てそうな真ん中より高めの球をひたすら狙っていきましょう。続いてポイント6つ目、先のマスまで意識しましょう。目の前のマスの選択ももちろん大事ですが、どのマスを選ぶかでその次のマスの選択肢も限られてきます。目の前のマスの優先度にこだわり、さらに先の優秀なマスを逃すともったいないので、最低でも2マス先まで見ることを意識していきましょう。続いてポイント7つ目、排水の陣のスキルが来た時は必ず取りましょう。このスキルの効果としてはボスを撃退した際の獲得浄化ポイントがプラス 100%、 つまり獲得浄化ポイント2倍となっています。獲得浄化ポイントは直接累計の進みに関わってきますので、大事なスキルだと言えるでしょう。ただ一発でボスを倒せない場合はスキルが消滅してしまうので注意が必要です。続いてポイント8つ目、イベント期間中に選ぶべき特典に関してです。プロスピ妖怪道はスタミナを使うイベントとなっていますので、基本的にはスタミナ回復をおすすめします。早めにイベントを終わらせて余ったスタミナを来週のチャレンジカップに回すのが理想でしょう。各自の状況に合った判断をしてください。続いてはプロスピ妖怪道の実践の方をしていきたいと思います。まあ実践といってもね、自分今スタミナ貯めてなくてボスまではねたどり着けないんですけど、まあボスもねただ撃って倒すだけなので、そこまで解説は正直必要ありません。で、最初の3マスの選択なんですけど、与えるダメージアップが2つあるので、もちろんこちらを選んでいきます。で、その先のマスもそんな重要なのは混じってないので、シンプルに真ん中進んでいきましょう。まあ先のマス見てね、この与えるダメージアップを逃しそうとかだったら、まあ進みますね、ちょっと優先度低いマスに行ったりとかする工夫も重要にはなってきます。さあ試合やっていきましょう。で、このイベント普通に自走車も大事になってきて、活躍ゲージに応じてなんかもらえたはずです。ちょっと何だったか忘れましたが、まあ一応活躍ゲージ受け取っていきましょう。こんな感じで打ち取ります。そうすると、あーなんだっけ、まあ妖怪のポイントがもらえるんでしたっけね。まあなんかテロップで出しときますが、まああとはまあ普通に活躍ゲージ700まで取ってもらって試合に勝つだけですね。で、まあマスの選択を間違えないこと、でボスをしっかり倒すこと、本当に単純なイベントで説明もそんなねないので、正直ね、まあ皆さんコツコツ進めていきましょう。
で、ちなみにこうやって活躍ゲージ700まで全部回収しちゃったら、もうあとの1回はスキップで大丈夫です。さあ、ということで試合が完了しました。そうすると、なんだっけな、あ、そうですね、やっぱ活躍ゲージに応じて浄化ポイントが、ちょっと名前忘れてましたけど、浄化ポイントが獲得できます。まあ、こんな感じで今与えるダメージアップの試合を選んだので、バットの能力与えるダメージが 40% にアップしています。プロスピ妖怪道の攻略法は以上となります。進め方は把握できたでしょうか。約1年ぶりの開催となりましたが、簡単なイベントになっていますので気軽に進めていきましょう。この情報が良かった方はぜひ高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いてはプロスピコロシアムの累計報酬 S ランク契約書を回収しているということで、溜まっているゴールド契約書3枚と一緒に合計4連で引いていきたいと思います。お願いいたします。で、コロシアムは無事に1位を取ることができました。まあ、一応画像でも載せておきます。さあ、引いていきましょう。まあ、セレクションの後っていうことでね、スピリッツ4300、そこまで魅力的な選手は少ないんですけど、まあね、パワー型ももう正直結構埋まってきたかな。まあ、本当に優秀な選手が当たってくれたら嬉しいって感じの開封です。お願いします。ゴールド契約じゃない、 S ランクは1枚目です。お願いします。おー、西選手ということで、まあ今誰が出てもね、おーっていう気のない反応になってはしまうんですけど、まあこんな感じでございます。まあゴールド契約書はまあオール B ランクでしょう。契約書の結果はこんな感じです。続いてはオーダー選手の称号チャレンジをしていきたいと思います。今回やっていくのはこちら、高梨選手です。高梨選手は一応オーダーに入っているので、勝利の飛車狙いでやっていきます。投手のシリーズ1はコンボが出せないため、同値などは狙っていません。ということでやっていきます。高梨選手 S ランクなどもあるんですけど、こちらはミキサー用に取っておいて、 A ランク1回だけねやっていきたいと思います。極意書はもちろん0枚で、極意書ダメがてらやっていきたいと思います。お願いいたします。まあ、高梨選手セレクションのガチャで当たった分もね、プレゼントボックスに埋まっているので、まあ総合チャレンジも何回かできますが、まあ間もなくオーダー外れるでしょう。今回粘りの投球ということで、まあ称号もともとついてなかったんでね、このままつけておきたいと思います。総合チャレンジの結果はこんな感じです。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日はアニバーサリープレイヤーの候補選手をまとめた動画を上げる予定です。今年はかなり豪華になりそうなので、よければ見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。